始まりますよ。こんばんは。津軽海峡のレインメーカーこと松原修平のトップキック通信。メンソーレ編ということでですね、始まりましたよ。今一人で喋ってるんですけどね。今日は、まず自己紹介から、背番号21番松原修平です。ゴールキーパーやってます。初めてやるんで、いろいろドキドキしてますけど、頑張っていきたいと思います。今日は1回目ということでゲスト3人呼んでます。で、質問とコメント欄に入れてくれればそれに、答えようかなと思うんで、ぜひぜひ質問等々受け付けてます。じゃあまずはじめに、新人、ルーキー、高橋ゆりや選手です。こんにちは。背番号22番、左サイドバックの高橋ゆりやです。持ち味は攻撃参加や左足のキックです。よろしくお願いします。ユリア、高橋選手への質問等々ある人は、コメント、してください。よろしくお願いします。じゃあ、ユリア、まず大学、はい、経歴をパッと教えてほしいんですけど。中学校は、ファジラーの岡山のアカデミーにいまして、そこから高校は仙台の東北高校に進学しました。で、そこから大学は神奈川大学で4年間サッカーしてまして、ザスパに入団することになりました。真面目だな。力入ってる。めっちゃ来てるから。岸から、川岸くんから来てるから。じゃあ、群馬来て、今、1ヶ月ぐらいか。1ヶ月ぐらい。で、オフ2日ぐらいか、はい。コロナだから出れないと思うけど、なんか群馬でいいとことかあります？あ、そうですね。ちょっと街並みも仙台と似てる感じなんですけど、うん、飲食店がいっぱいあるのが好きで、コロナが収まったら、いろいろ食べに行きたいなと思ってます。誰のお金？周平さんのお金。出てた。お願いします。じゃあ、質問、ぎこちない二人って書いてる。俺とユリアは、実は、ザスパで初めて出会ったわけじゃなくて、はい、僕がファジアーノにいたとき、2011年とか12年に、ユリアのお父さんの高橋のりおさんがゴールキーパーコーチしてて、で、その息子さんとしてファジアーノの、はい、ジュニエースにいて、でバーベキューとかあった時にのりおさん、お父さんがこれ息子って言ってゆりやくんを紹介されて一緒にサッカーしてた。はい、よく覚えてますね。でそれでね、去年練習参加来た時に、はい、あれみたいな、あれ、あの実はみたいな、シャワー浴びに行ったんですけど、風呂場でちょっとどでかく座ってる周平さんがいてまさかこの人はって思ったら、その、お世話になった松原さんで、びっくりした思い出があります。どんな印象だったその時？最初会った時ですか、うん、アカデミーの時から試合とかよく見させてもらっていて、松原さんの、雰囲気とかは遠くからしか見てなかったんですけど、やっぱ近くで最初見た時は、やっぱ大柄で怖いなっていうイメージはありました。でも、喋ってみると、本当に、俺らのことを思ってくれて、とても優しい先輩です。それ今、ちょっと、はい。変わってない。今も、まだ、はい、まだ、そうっすね。じゃあ、汗かいてる。大丈夫？びしゃびしゃだけど。緊張した。そんなに？でもね、質問結構来てて、はい。どうしようかな。怖いですかとかはいらないから、なんだろうな。優しい先輩。ザスパで今、優しい先輩。はい。いる？あ、いますね、うん。基本、皆さん優しくて、うん、ベテランの選手とかとても優しく迎え入れてくれてるんですけど、まあ、松原さんもそうですし、やっぱ、
青木選手が一番優しいなっていうイメージが強くありますね。いや、俺はあんま思わないけあ、思ど、わないでしょ。翔太君は全然思わないでけど。も、自分たちにはとても優しくしてくれます。じゃあ、逆に優しい先輩、青木選手だとして、怖い先輩というか、まだ、そのピッチ外で一回も喋ったことない先輩っている。喋ったことない。そのプライベートの話っていうか、ロッカーとか、移動とかで。やっぱまだ大前選手とは喋れてないかもイしれメーない。ジ通り？マジで？本当に？サッカーの時は本当によくアドバイスしてくれて、いろいろ教えてくださるんですけど、ロッカーの中ではちょっとまだ声がかけにくいというか、自分から行かないといけないんですけど、そこはちょっとまだまだ。怖い？大前くん怖い？雰囲気がありますね。はい。じゃあ、大前くんの、で、もう一つ来てんだけど、岩上選手の印象とかどう？あ、岩上選手は本当に、岩上選手って言ってるからね。はい。あ、そう、雄存三外君。の存在でした。雄三君ね。でも、もともと、テレビで他のチームにいた時とか、試合見てて、本当にイメージ、よく覚えてるんですけど、やっぱ、強くて、怖そうだなってイメージがあったんですけど、実際喋ってみると、本当に優しくて、本当。びっくりします。真面目だね。めちゃくちゃ汗かいてるよね。じゃあ質問ちょこちょこ来てて。高大選手は？高大選手。渡辺高あ、大選渡手。辺康大選手は、そう。康 大さんは、練習参加で初めてザスパに来た時も、温かく迎えてくれて、本当にベテランとしてすごい経験を持っているなって、いろんな話もあって、すごい面白い人です。100点の回答するね、ありがとうございます。今日はね。じゃあ、質問。俺もね、ちょっと考えてきたんだけど、同期で、今、6人いるけど、仲いい人。まあ、同期じゃなくてもいいけど、そうですね。このチーム来て仲良くなった人とかいる？そうですね。まず大卒が6人いて、そこは多い本よ。当心強いん怖で、いもん。いや、怖くないですね。怖いもん、6人いたら。めっちゃ怖いもん。で、みんな寮生なんで、すごく一緒に過ごす時間多いんですけど、自分的にはあんま思ってないんですけど、一木選手は自分と仲良くしてほしいらしくて、本当すごいカマチョしてくるのが、印象カマチョっ的ていでうす。か。今ちょっと頑張ったね。カマチョ頑張った。カマチョを使今頑張ってみったましね。た。マジか。はい。一木ね。じゃあ今度一木呼ぶから、はじゃあ答え合わせしとくね。い。あいつクールに見えて、本当に面白い。面白いです。俺の印象まだ怖いよ。一木はまだあんま顔は喋って怖いんないでけすけど、ど、でも部屋で座椅子に一人で座って、ちょっとおばあちゃんらしい生活をしているのが、とても印象的です。はい。全然知らない。俺一とかで、マジか。はい。そっか。ちょっと真面目だね。はい、そうどうしようかな。まあ、あと質問一つ二つ。です。お願いします。これはいい質問。クラブマスコットの名前知ってますか？はい。わかります。ゆうとくんです。ゆうとくん。はい。今、何やってるか知ってる？ J リーグで。J リーグでマスコット総選挙。そう。ゆうとくん今何位？3位。正解は？今49位らしいんですよ。52クラブのうちで。いやー、おかしいですおね。かしい自ん分だ的には本当可愛くて。あと、55？ 55 チーム？ 52？ 52チーム中、49位なんですよ。おかしいですね。なんで、ぜひぜひ見てる方、ゆうとくんへ投票お願いしおま願いしす。ます。じゃあもう、ラスト、質問。今年の目標。もうこれ締めていこうか。そうです時ね。間もあるし。まあ、プロの世界に入ったからには、本当に、試合に出て、結果でチームに貢献したくて、自分個人としては、リーグ戦25試合出場っていうのを掲げていて、それに向かって、今、頑張ってます。応援よろしくお願いします。じゃあ、高橋ゆりや選手でした。硬かったね。俺も硬いけど。じゃあ、俺も汗かいちゃってる。じゃあ、二人目のゲスト、呼びたいと思います。群馬県太田が生んだ天才、雨傘大輝選手です。
映る。自己紹介。こんばんは。群馬県太田市出身の天笠大樹です。ポジションはボランチです。得意なプレーは、キックや、パスだったり、今はサイドバックではボランチやってるんですけど、クロスが得意です。お前もガチガチだね。ちょっと緊張します。めちゃくちゃガチガチ。マジか。いじっていい？大丈夫です。アマはね。アマもう2年目だからね。はい。ああ、結構いじるけど。大丈夫です。いや、俺ずっと、なんか、アマに聞きたくて。はい。俺ずっと会ったんだけど、俺、ユース出身だから、はい、高校選手権とか、ちょっと、やっぱ嫉妬してて、はいはい、全然見てなくて、ほぼほぼ見たことなくて。そうなんです。で、今回の選手権もどこ優勝したかわかんないんだけど、はい。わかんないぐらい、高校選手権、あんま興味なくて。はい。なんか、ロングスローとかどう思う？アマ。僕は、ありだと思います。ロングスロー、はい。ロングスローあり。サッカーなんで、うん、やっぱ障害もありますし、うん、やっぱロングスローで得点っていうのも結構あるんで、うん、まあ、僕は本当に、まあ、結構批判とかもあったんですけど。え、な、そう、ありだ。何の批判あったの？いや、まぁ、あ、ちょっといろいろあったんですけど、何の、まあ、僕の口からあんま言えないんですけど、どうして、え、何の批判？いや、いろいろあって、まあ、2個ぐらいあったんですけど。何の？いや、どんな、やっぱ僕の母校の青森山田高校。あれだったんで、うん、まあでもロングスローは僕は全然あれだと思って、うちにすごいの投げる人いるしね、ゆうぞうさん、ゆうぞうくん、はい、いるからね、はい、だから全然、俺は全然別にわかんないんだけど、ロングスローについてあんまり聞きたかったから、はい、ちょっとね、そうですね、うん、僕の代も結構ロングスロー投げて得点とかあったんで、それで勝った試合とかあったんで、うん、僕はロングスローに助けられた試合とかありました、ほんと、はい、まあもうそんなもんでいいんですか、ごめんね、いろいろ。全然。じゃあ、選手権優勝してるんですか？選手権優勝しました、僕最後の年で。何年前？2年前です。うん。じゃあ、その時の、もう青森山田の、めっちゃきつかった練習とかある？めっちゃきつかった練習はやっぱ、この時期にやってるんですけど、うん、1月2月でやってるんですけど、雪の上でトレーニングする、雪中トレーニングってのがあるんですけど、うん、走るの？走ります。もう、雪が腰ぐらいあるんですけど、うん、それでもめっちゃ走って、そうですね、2時間ぐらいですね、うん、走って、ずっと。俺のこと誰だと思ってるの？俺もやってるから。そうですよね。シエさんも北海道、そうそうそう、やってるから。きついよね、あれ。きついっす、やばいっす。あれはもう。あれやばいよね。あれに立つトレーニングないっす、ね、あれで走るのやばいよね、いや、で。それで最後サッカーするじゃん。絶対無理だよ。絶対無理ですよ、あれ。雪無理。でもさ、雪国のさ、山田に行くってことはさ、あ、群馬からね。はい、いや、結構、覚悟とか、てか、まずどういう経緯で青森山で行こうと思った？中学校。小学校4年生か5年生ぐらいに、うん、あの、柴崎岳さんが選手権出てて、うん、で、それを見て、青森山田に憧れて、その時に、やっぱ その試合見た時に、絶対高校になったら青森山田行こうと思って。あ、ほんと？はい。あの、あ、そうか。あの、椎名選手とか。ああ、そうです、そうです。椎名選手だって。はい。めっちゃすごい選手いて、僕もこういう舞台でサッカーして、青森山田で優勝したいなと思って。それはオファーがあったの？いや、僕、セレクションとかの高校。セレクション。はい。で、その後に入学試験。はい。そうなんで、それで、入学することができて。はい。本当に良かったです。じゃあ、なんだろうな。まあ、バッと話変えて、群馬県太田市出身ということで、はい、まあ、いろいろね、たくさんいいところが、群馬、太田にあると思うんだけど、あります、太田、いっぱい。そう、太田、俺あんまわかんないんだけど、はい、行ったことあんまないから、な、太田でいいところがある、なんかその、太田でいいところ。そう、観光名所とか、美味しいご飯屋さんとか、俺あんまわかんないんだよ、太田。太田市は、基本も、美味しいご飯がいっぱいあって、まあ、僕。チンピラ来たの、チンピラ。映ってないよ。いや、これね、ちょっと時差があって映るんだけど。そうなの。どうすか、ゆうぞうくん。いや、ぼちぼちよ。いいよ。まあ、悪くない。うん。質問ね、来てるから。ギシちゃんがいる。そう。いや、いねえぞ。あ、これ。そうそう、コメントに。サポーターか。そうそう。サポーターのコメントが来てて。そう。おぉ、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。どうすか、
どうですかこのキャンプ、同部屋、天野さん。めちゃくちゃ。やべ、なんか俺、違う。なんかミスったの、タイミング。チンピラ来たわ。チンピラ来たわ。もうすっごい近いんだもんね。いや、ごめん、この、あれ、質問来ないとさ、やっぱ。ゆうぞうくんに質問。あかんな。あの、ゆうぞうくんに質問したら、横にいるんで。いや、ゆうぞう、どちんぴらやんって言って。いや、ゆうぞうくんに質問ある人も、あの、コメントしてくれれば、あの、ぜひぜひ待ってるんで。僕見てもらっても、そう。番長。怖い。ゆうぞうくん怖い。いや、ゆうぞうさんめっちゃ優しいです。でもなんかさっきさ、飯会場で見たんだけどさ、お前なんか、笑いながらさ、飯食ってたらさ、遠くから罵声飛んでこない。何笑いながら飯食ってんのみたいな。何だっすか気のせい。あ、それだ。で、そう、ダッシュで肉かき込んでたけど。あれ食べて、はい。で、伊藤さんが部屋戻るんで、まあ、僕も一緒にそのタイミングで帰ろうかなと思って、いっぱい食べて。あ、そうなの？はい。笑ってるだけでさ、すっごいさ、どう？朝とか早い？伊藤くん。いや、朝を。隠すな、カメラを。朝は間違いないですね。隠すなって。これ生だからね。いや、でも、生だけどさ、うん、こういうのがいいんだよ。そうだね。わかる？硬いもん。硬い。もう、型にはまったらね、ダメだから。こういうの。そう。もう別にこんなもんめちゃくちゃでいいからね。真面目に答えなくて。いつもどうしてカメラにアタックするんですか？いや、カメラがアタックしてきてんだけどね、俺に。チンピラやもん。どうしていつもシャツを出してるんですか？あー。もう出てるもん。ほら、もう出てるもん。見えてるって、こう絶対もうシャツ出てるもん。普段でもこれだもん。ロングスローのコツみたいなのあるんですか？うん、ない。ゆうさん、一番はどこのポジションでプレイしたいですか？うん、やっぱ監督が求められたポジションだよね。こんなんでいい？こんなんでいい。ユリアがさっき真面目だったから。あ、そう。うん。だから、ちょっと、乱していかないと。サポーター真面目なの好きじゃないよ。これ。多分ね。うん、だ俺多分さっきから全然面白くないと思うから。荒らしていこうかなと思う。やっぱね、ダメだよ。うん。うん、あ、ゆうぞうさん、前橋のいいとこ教えて。前橋のいいとこ前橋の、いや、今ね、あんま外出しちゃダメだからさ。うん。うん、そこよね。逆に何かあります？逆にね、逆に聞いちゃってるけど。まあ、いいんだけど。何の会話してたってかまず。今ね、ロングスローに乗ってた。ああ、今話題のね。そう、話題の。ロングスローいいと思うよ、俺。そうですね。いいと思うんですよ。投げようかね。投げようかね。いや、だそれが戦術だからね。うん、そうですね。そんな、賛否両え三分両論ね。あるけどさ。うん、まあ、いいんだけど、それも戦術のうちだもん。そう、ね。それもサッカーだもん。でかもう、シャツのこと、シャツのことしかない。開幕スタメンは5? 何パーセント？ 5% かな、とりあえず。いいわ。大前くん呼んでください。来ない。来ないでしょ。即答でき。天笠くんも話してって言うて。話します。ルナパーク、あ、ルナパーク今やってないじゃん、でも。ルーティーンはありますか？ルーティーンないよ。ゆうぞうさん、好きな食べ物何ですか？あー、好きな食べ物ね。あー、何でも食べるよ、俺。ゆうぞうの部屋やん。もう、お前いいんだけどさ、今年投げる可能性ありますか？スローイン？うん。あー、いや、開幕から投げるでしょ。関係ない、ポジション関係ない。関係ない、ポジション関係ないから。ゆうさん、ルナパークで遊んでますか？だから、今やってないでしょって。やめてって。荒れるから。めっちゃ荒れるから。やっべ。うん。じゃあ、もう最後、ゆずくんなんで。天笠くんの好きなところ教えてください。好きなところ？いや、長いな。いや、まあ、好きなところじゃないけど、寝言がうるさい。マジで、これは。昨日やばかったです。いや、でも、俺、ゆうぞうさんが寝たと思って、俺、寝たんですよ。うん、だから、なんかちょっと気楽に多分寝ちゃって、寝言出ちゃいました、多分。なんて言ったんですか？いや、なんか二言言ったから、あ、こいつ起きてんじゃんと思って。うん、いや、でも寝起きながら、あ、寝言だ、こいつと思って。でもさ、もういいって。もういい。うん。まだいるんだから、ゲストがもう一人。じゃあ、明日俺がやるわ。
やるの？あ、そうです。ゆうのさん、明日8時から。明日プライベートでやるから。インスタグラムやります。ぜひぜひ。よろしくお願いします。じゃあ、アマ、質問、答えていこう。もう、いろいろ質問来てんだけど、アマにもね。どうですか？あ、好きな女性のタイプを教えてください。好きな女性のタイプというより、うん、ショートが好きです、めっちゃ。ショートカット？はい。ショートカット。じゃあ、芸能人で言えば。芸能人は、足立かながめっちゃ好きです、僕。足立かな？あの、アーティストの。わかんないですか？めっちゃ俺っすよ。かわいいっすよ。全然わかんない。じゃあさ、付き合うのは誰？チームで。チームっすか？アマが女だとして。いや、もちろん、ゆうぞうさんです。言わされてんだよ。ここにいるからね。ゆうぞうさんか、そうたさんとか。そうじゃねえと。あ、ゆうぞうさんです。ゆうぞうさん。はい、ゆうぞうさんです。じゃあ、一番好きな先輩。ゆうぞうさんです。ほんと？一番嫌いな先輩は？それも俺だろ？ゆうぞうさんです。でもまだ時間余裕あるでしょ。まず全然これ何時までやってんの？いや、適当って。いいじゃん、終わろうよ、もう。違う、まだ一人いるんだよ。控えてる。あそこに、いい。だってさ、もうみんな飽きたよ、多分これ。多分ね。甘がせもうそろそろきついよね。うん。です。多分もうみんな飽きたでしょ。飽きたってコメントくればいいんじゃない？もう終わって。飽きたかな？みんな。ドロップキックのコツを教えてください。練習あるのみ。俺も今練習してます、シュネさんに。ドロップキックプロレスのね。そう、プロレスの練習してます。技ね、練習するよ。今度ね、今度披露しようよ。披露する。みんなの場合にできたから。コメント見るの面白いですよ。インスタライブみたいで。じゃあさあ、どうしようかな。じゃあ、呼ぶ？もう喋ることないんだけどさ。じゃあいいよ。もうアーマン、とりあえず最後のさ、はい、今日、今年のさ、何あれ、抱負。あ、それ明日撮っとくらいい。おい、ちょっとそれ明日。じゃあ今年の、あ、じゃあプライベートの目標。まあコロナだからいろいろ難しいと思うけど。プライベートっすか？うん。プライベート。僕は、その、海が好きなんで。なんで？え、それ、大丈夫？海好き。海好き。大丈夫？大丈夫。大丈夫？群馬県ないけど。群馬県海ないんですけど、僕海好きなんで。県外行っちゃっていい？いや、コロナが収まったら。収まったらね。海がある。海行って、ちょっと、ゆっくりしたいです。眺めて。海を。急に。それでいいのね。で、サッカーの方法は明日、サッカーは、ユーザーのインスタライブでやるから、別にいいと思う。はい。じゃあもういい。喋るもない。大丈夫です。じゃあもう次のゲスト紹介してよ。もう、エースで覚えて。次のゲスト紹介してよ。カメラ向かって。次のゲストは、女性人気ナンバーワンの方が待ってます。シエさん、お願いします。じゃあお前の、そこから見るな。違う。人気ないから。俺人気ない。俺人気ないの。女性人気ないから。全然ないから。マジ？じゃあもう呼んで。青木選手、お願いします。こんにちは。ご紹介に預かりました、高橋留です。いや、違う。違うから。全然違うから。女性人気ナンバーワン。いや、もう、チンピラ来んなや、もう。だからもう。俺じゃない？違う。俺じゃない？女性人気そんなないんじゃない。マジ？いや、これね、遅れてくる。あ、これ、俺じゃないの？帰ってもらっていいですか？帰る？あ、そっち見て、ヤジ飛ばしてもらっていいですか？俺、帰るか。帰るか、そこにいてください。そうだね。うん、俺、そうだね。そうか。じゃあ、俺、関係ないから、帰れるんだよ。もう、めちゃくちゃですよ、これ。こんばんは。自己紹介。気持ちはいつまでも若手の9年目、青木翔太です。よろしくお願いします。じゃあもう入ってこな、言うぞ。じゃあ、簡単に自己紹介して、あの、経歴というか。経歴？うん。今まで。これはもうナンバーテンスよってなるんですよ。もう、去年とかさ、あんま取材とかさ、なかったからさ。え？経歴目、3年目だけど、俺あんまわかんないし、興味ないから。興味なかったから。何の経歴を言えばいいの？プロ入るまで。神奈川県出身で、腕組むなよ、お前。サポーター見てたのお前。神奈川県出身で、中学は、地元の、これ台無しにしちゃってるこれ。ジュニアユースから、茨城の鹿島県に行って、東横浜大学、
で、進学した後に、遠いのですよ横浜 FC に入り、長野バルセイロ行って、FC 琉球行って、で、横浜 FC 戻って、アスルクラロ沼津行って、ザスパクサス群馬に、2019年に、19年でね、19年に来ました。19年、そうか。練習忘れちゃった。聞こえてる、聞こえてる。いやいいよ。じゃあ、青木選手は、あの、女性人気ナンバーワンということで、うん、多分女性、あいつめちゃくちゃにそんな、うっせぇ、ほんとに。なんだけど、じゃあ3年いる、あ、2年。2年いるから、群馬で好きなところとか、あります。結構。まあ、でもそれ言っちゃうとみんな来てるから。まあでも群馬で好きなところは、まあ、一年目に、まあ、群馬来て一年目に、まあ、怪我したんで、特にそこまでいろんなところ行けてないんで、まあ、クラブハウスが一番僕は、見つけて、一番おすすめの場所がクラブハウスです。クラブハウス。はい。入れないからね。うん、じゃあ、どうしようかな。真面目だな、結局。質問下手だな。な、俺ね、質問苦手なんだよ。俺いじられる方じゃん。だからさ、うん、質問してもらえばいいじゃん。いや、でもね、今ね、結構質問がちょこちょこ来てるんだけど。俺の質問来てるよ。秋田の監督とやる、あれか、一緒にやってた人だから、開幕戦、どうすか？いや、勝つしかないでしょ。何言ってんの？秘策みたいなのあります？いや、もう絶対負けたくないし、まあ、前回その大怪我した時も、沼津戦でその監督の前だったんで、そこから成長した姿を僕は見せたいです。はい。広がんないね、この話ね。全然ね。したら周辺のイメージとか言った方がいいんじゃない？俺のイメージ、うん、俺が周辺の、俺が思ってる周辺のイメージ。いじってくれないと俺生きないから、ね。だってないもん、お前。周辺、面白くないし。周辺はほんと相当自分のこと好きだから、うん、基本鏡の前で髪の毛チェックしてるし、クラブハウス、まあ、基本一番最初にクラブハウスいるけど、朝からお腹空いたっていつも言ってるし、どら焼きないって。いつも一人でブツブツ朝から風呂入ってドラえもんじゃん。ドラ焼き違うで、そうなのじゃないですか。ドラ焼きっていうのは周平のイメージ。他はあとは、あとは初めて周平見た時が、試合正田醤油スタジアムで僕が怪我してて上から見てる時で、もう、その話しなくていいって。俺湘南の松原だぜ、みたいな感じで、もうみんなから声かけられたいがために、なんか通路を何十往復も、歩いて、俺湘南の松原みたいな、肩で風切りながら走ってたイメージがすごい強かったから、走ってねえから、めちゃめちゃすごい人いるなっていうイメージはありました、僕は。はい、なんで俺に敬語なの？僕は、まあ、大谷にかされるって知ってるイメージ。それは水戸戦だから、俺のイメージ。今日もあったね。映像でしたね。今日もあったね。かされちゃったね。なんでかされるの？何を？だから青木選手に質問結構来てるんだけど。翔太はさ、翔太はね、一、うん、つ言っていいっすね。翔、う、太、ん、は意識が一番高い。よくないし、雄三さんよくないよ。雄三の部屋や。回してよ、雄三君。雄三酔っ払ってるって来てますよ。今年のチームの雰囲気どう？あ、そう。今年のチームの雰囲気。10番的に。10番。今年のチームの雰囲気はまあ、年上のベテランの方、まあ、ケイキさん、ユウゾウさん、ゲンキさん、コウダイさんを筆頭にすごいいい雰囲気でやってるんで、もう本当、開幕戦期待していいと思います。はい。じゃあ、期待するんじゃなくて一緒に戦ってもらうんですか？一緒に戦ってください。じゃあ、若手、今年の若手、今の若手どう思います？甘い。今の若手は、もうちょい、もうちょいグイグイ来てくれた方がいいのかなと思います、ね。声かけられてしないっけ？いや、でもまあ、僕、自分から声かけるタイプなんで、うん、まあ、そんな声かけられない。全員と大体喋った。まあ、全員と僕は喋りました。僕、なんてそんな硬いの。いや、これ真面目な回でしょ。真面目な回じゃないでしょ。もう僕は、あそこにいるんだから、一人。僕は本当、そういう、変に思う。いつもやってます。やってますって、もう硬いからさ、トークがこう、閉まるのよ。はい。軽い感じでいこう。はいじゃなくて、はい、その、岡田翔平っぽいっすよ、その感じ。ちょっと。
願いします。お願いします。やれよ。でも、ゆずくんなんか質問あります？翔太くん。翔太に対して。うん。なんだろうね。うん。難しいよね。今ここで、ここで。ちょっと待って。このキャンプでのさ、過ごし方とかさ、聞いたらいいんじゃない？うん。ルーティーン的な、ね。練習の合間とかさ。結構いろいろやってるじゃん。うん、ちょっと急に真面目や。急に真面目かよ。そういうとこ多分サポーター気になるんだよね、うん、一番。ね、どう逆にどう逆にどうちょうだいよ。いや、でもこういうフラッグの方が多分、サポーターの方もね、うん、嬉しいと思う。まあ、僕はそんな、そういうことはできないんで。まあ、でも、荒れる人もいるだろうけどね。緊張しちゃうんで。この前の、あれ、あの、大前くんに10番よこせって言われましたか？言われてない。言われてないです。大丈夫？はい。同じフォワードの市木くんとは仲いいですか？はい、仲いいです。そこバチバチだよ。そう、バチバチは喋ってみたことないです。いや、結構本当、僕は喋ってるんで。はい。ライバルなのバチバチや。じゃあ、ルーティーン。ルーティーン。いつも練習のな、クラブハウスに何時ついてとか。だから9時練習だとして。まあ、基本的に1時間半前に、クラブハウスに行き、そしたらもう松原先輩はいつも、どら焼き食べたいって言いながら。行ってないでしょ、絶対朝からは。朝からは言わない。バスでしか言わないから。まあ、本当に1時間半前に行って、うん、お風呂で温めて、でちょっと物量、なんか超音波したりして、うん、そこからちょっとトレーニングしてから練習に行くって感じですかね、僕は。はい。俺、記者だと思ってる。もうそんな感じです、僕は。そうなんですか。記者じゃない。記者じゃないから。え？選手だから。選手なん？選手だよ。でも。同じ誕生日の。俺の。ちょっと何言ってるか分かんない。ちょっと何すいません。ちょっと何言ってるか分かんないです。じゃあ、質問を見ると、同部屋誰ですか？同部屋は、久保田和恵です。喋ってる。今何の前だった？名前出てこなかったの？同部屋だって。やばくない？緊張しちゃって、僕ちょっと。喋ります？めちゃめちゃ喋ってます。絶対嘘でしょ？本当本当。喋ってほしい。だって一緒にだってさ、飯とかも食べに行きたいじゃん。なんか基本で。全部時間が違う。ああ、そうなの。だから練習は1便と2便で違うし。うん。朝飯も全然。朝飯は一緒にしてる。うん。昼は。昼は、でも向こう一面が先食って。あ、そうか。うん、だから。一つも喋れるわ、あれが。いや、めちゃめちゃ喋ってる。何の話してるの？だから、鹿島学園だし、うん、アルトワーズだし、まあその話もあるし、あと周辺の話でしたり。なんで周辺の話だって。あと松原選手の話したり。なんでよ。まあ、あとは、まあいろんな話してます、僕は。はい。これ、VTR でしょ？こんなライブ毎日してほしい。明日あるからね。ゆうぞうくん。明日あるよ。うん。じゃあ、仲悪い人は、誰ですか？僕ですか？うん。仲悪いじゃん。気まずい人。気まずい人。ちょっと、まだあんま喋ってない人。新加入とかで。新加入は本当みんな喋るし、まあ、強いて言うなら松原選手がちょっと苦手かなっていうのはちょっとあるんで。ふざけんな、ほんとに。今もちょっと気まずいんで、ちょっと汗かいてきちゃって。ふざけんな、マジで。すいません。じゃあ、他に。ああ、じゃあ俺さっき、このチームで、今、独身じゃないですか。独身最年長になったじゃないですか。で、まあ、仮に翔太くんが女の子だとして、このチームで一番結婚したいというか、結婚したい選手います。理由含めて。今いる選手。今いる選手。マイル選手誰？マイル選手だったら、翔平さん。でしょうね。岡田選手。絶対そうでしょ。で、今いる選手。今いる選手は、誰だ？ガイ。あ、富山選手です。なんで？理由は？年下じゃん。何でもやってくれるんだ。女なんだよ。男の人全部やってほしい。尽くしてほしいです。尽くしてほしいんだ。尽くしたくて。ただのハスリだ。そう。もう、いつもそのメンバーで。いや、でもさ、ケーキさんとも結構一緒にいるじゃん。ケーキさんはダメなの？旦那として。ケーキさんは、ちょっと。なんで？
カバンが汚いから。中身が。中身が汚いから。無理じゃないですけど、無理とかないんで。はい。あ、でも、一番嫌なのは、松原選手です。なんでだよ。ちょっと松原選手は本当にきついです、いろいろ。面白くないというか、一緒にいて、ワードチョイス。なんですか、いつも一緒で、なんか言っても、なんとかじゃねえわ。なんとかじゃねえわっていうのしかない。もうその一辺倒なんで、ちょっと一緒にいてつまんないんで、松原選手はちょっと苦手です。青木選手面白いって言ってる。青木選手に質問。怪我の時、岡田選手からアドバイスもらえましたか？それこそ、それは本当にガチで、翔平さんと慎吾さん。久木田さんが経験してるったし、で、去年だったら良平さんも経験してたから、本当、怪我してる選手、同じ怪我した選手にはめちゃめちゃいろいろ教えてもらいました。はい、これは真面目に。あ、これは真面目に。はい。まあ、してないでしょ。松田選手、僕ちょっと苦手なんで。苦手なんでだからやめてや。じゃあ最後さ、もう結構いい時間だから、はい、本気で嫌いそうって来てる。本当に嫌い？本当？本当？本当に嫌い？本当は嫌いです。最悪だよ。地獄だよ。めちゃくちゃだよ、これ。好きな背番号何ですか？好きな背番号は、まあでも、今10番なんで、まあ、10番も好きです。しまった。いや、もう最後、今シーズンの抱負を。真面目なやつでしょ？うん、真面目に。まあ、今シーズン本当、かなり厳しい戦いになると思いますけど、まあ、いい時も悪い時もあると思うし、そんな時もいつも皆さんと一緒に戦えるのが幸せです。なんで、一緒に勝利に向かって、後押しをしていただいて、チームが勝てるような応援をしていただければ嬉しいです。まあ、応援できる。今シーズンも熱い応援よろしくお願いします。ありがとうございました。青木翔太選手でした。ありがとうございます。って感じで3人呼んだんですけど、終始こんな感じで、ぐだぐだやってます。第2回、3回あるかは広報の判断次第なんですが、ぜひ呼んでほしい人とか、いろいろあったら、クラブの YouTube だったり、この動画だったり、Twitter とかに、コメントしてくれれば、それに、そのリクエストに答えれるように、出演交渉していくので、ぜひぜひ、たくさんのコメントと、グッドボタン、チャンネル登録、よろしくお願いします。よ、YouTuber! ではでは、また、また会う日まで。バイ。よっ、ユーチューバー。これはきついんだ。